はい、では、今日は白の、ブラインドテイスティングを1種類したいと思います。はい、では早速グラスについていきます。先ほどまで冷蔵庫に入っていたものです。はい、このぐらいかな。で、もちろん中身は何か分かりません。そして、赤いところだと分かりにくいので白い用紙に一見ちょっとおつまみも置いてます。チーズですね。はい、で、白かな。イエローですね。そんな淡すぎず濃すぎずって感じですかね。うん、綺麗な、うん、輝きのあるレモンイエローって感じですかね。はい、若々しい感じがします。とっても、はい、いい状態だと思います。はい、で、うん、まあ粘性も一応見ますか。そんなにすぐ落ちてきてるので、まあ、これだけでは分かりませんが、はい、ね、グラスの汚れ具合だったりとか、まあ、いろいろ違うので、まあ、でもそんなねっとりっていう感じではないですね。アルコール度数はおそらくそんなにすごく高くはないかなという感じ。はい、では香りいきます。うん、第一アロマが強い感じですね。柑橘系の香りが一番にきます。うん、白いお花の感じですね。あと何が取れるかな。ちょっとスワリングしてみましょうか。そんなすごい強くはないかな、香りも。そんなすごい甘い香りとかはないかな。はい、樽の香りとかもちょっと感じ取れないです。うん、まだ出てきてないのかなっていう可能性もありますね。さっき冷蔵庫から出したとこなので。はい、まあちょっと香り開いてないかもしれませんが、味わいに行きます。 Have you finished? I don't know. うん、酸がキレリとしてますね。ちょっとこう喉に残る感じが、みかんの缶詰みたいな感じ。うん。はい、もう一回いきましょうか。うん、アタックそんなに強くないです。うん、綺麗な酸ですね。アルコール度数は、まあ、12、11.5 か12かそのぐらいかなと思われます。で、すごくやっぱフルーティーな感じですね。香りと、味わいが一致しています。で、これはまあ結論出すと、もう一回だけ香り、こっちかな。とオイルの感じがある気がしますので、で、この、うん、この酸なので、これはリースリングかな。で、ちょっと、まあ、うん、色だけでは判断できないですけど、この香りのその柑橘系がプーンってするので、オーストラリアのリースリングかな。そうだな。ドイツとかではないと思うんですよね。どうかな。あ、ちょっとでも甘い香りも出てきましたね。華やかな。はい。じゃあ結論。
どっちかな。ドイツもでもありえるな。あのモーゼルではないと思うけど、ラインガウとかだったらありえるかな。どうかな。リンスリングはリンスリングだと思います。このペトロール香の、あのキューピちゃんのお人形さんの香りがするので、まあもう迷っても分かんないか。はい、もう第一印象で、じゃあ、はい、オーストラリアのリースリング、12% か 11.5% ですね、アルコールで。2019年かな。あーでもな、オーストラリアだったら2020もありえるか。まあ19年でいきましょう。はい、リースリングは合ってました。あ、これ逆になっちゃうのか。はい、リースリングで、ラインガウがね、迷ったところですね。はい、モーゼルではなくっていうところ。はい、ラインガウで、2019年、これは合ってましたね。あーで 11% か、ちょっと思ってたより、はい、0.5 から1低かったですね。はい、ちょっとまだまだ修行が足りないですが、まあ品種は、はい、足りました。そのオイル、ペトロールの香りっていうのと、まあ柑橘か、まあ柑橘はほとんどね、いろんな品種からしますけど、はい、とやっぱりこの酸ですね、リースリングといえば。で、その、私が目安にしているのは、そのなんかね、こう飲んだ後に喉にこうみかんの缶詰のような味がすることが多いかなと思っております。一応そうか、ラインガウのリースリング乗ってるかな。ちょっとあのいつものこのこれワイン、テイスティング基礎知識、久保さんを見てみると乗ってるかな。リースリングはまあもちろん乗ってると思うんですけど、ラインガウ、リースリング、はい、ありました。ラインガウ、まあまあそのね、作り手とかは違いますけど、まあ近いかなって思うのをちょっと読んでみると、白ワインの中で中くらいからやや淡く、まあ、これそうですね、中くらいからは確かに。で、黄色が主体で緑が少し、クリアで輝くような成長度。ガスはかなりある。あ、ガスか。ガスはなかったかな。うん。はい。この分はない。で、香りの量は中くらい。蜜入りリンゴ白桃。あ、これはちょっとしなかったですね。うん。リスニングでもいろいろなので。で、味合い表示。あ、そっか。トロッケン。これは何かの、トロッケンじゃないの。ちょっと購入したサイトで調べて、より詳しいところは、概要欄のところに載せておきますね。で、まあ、私自身も確認するし、まあ、皆さん、よかったら、はい、どんなワインかっていうのを見ていただけたらと思います。そうですね、ちょっとこれは、その、こう、程度ですね。はい。はい。ではまた、はい、いろいろトライしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。Thank you.